<music> はい、おはようございます目覚まし朝礼の時間です、えー、今日はですね朝礼だけの学校ではうさぎの寝床っていうねハンドルネームで登場してくれてます吉村さん読んでいます吉村さんおはようございますおはようございます <music>、えー、まずですねうさぎの寝床の言われを聞く前に何やってるかっていうのをさっと見せないとわかんないと思うのでこういうね えー、ソラキューブっってていうのを作ってるんです名作は僕もこれは買ってきましたお店に行ってこれねタンポポの,あのこれなんて言うんですかねタンポポの綿毛ですねタンポポの綿毛です綿毛ね綿毛をこのアクリルの中に閉じ込めてるんですねこれは4センチ角だったり5センチ角だったりするんですけども、えー、まあこれ本当に向こう側にこう太陽があるとすごいなんていうこの綿毛が 宇宙のように見えたりするんですけどもそういうものを,を作っています。これあの子供の遊び道具としてはちょっと高級なんですけどもこんな感じでインテリアで、えー、9, 9個連続して、ね、並べて使ったりあるいはまあこんな感じですね今置いてあるところはこんな感じでおしゃれにあのお店には置いてあったりするんですね。であのついでにですねこのパンフレットの最初の,あのこのプロロールが プロローグが非常にいいですかね。えー「植物の美しい形」っていうね生命誕生から38億年植物はその命を未来へつなぐため花を果実をそして種子を作り上げてきました種ですねただ生き抜くためにそぎ落とされたその規則的でストイックなフォルムは 自然が生み出した究極の機能美と言えるでしょう。その美しい瞬間を捉えて、4センチあるいは5センチ角の透明のアクリルキューブに封入しました。子供にとっては知性と感性を刺激する立体図鑑として、立体図鑑ですね。大人にとっては生活を彩るインテリアやギフトとして、どの世代の方にもお楽しみいただけるプロダクトです。ソラキューブですね。SOLA キューブは、 日本の職人の手と技により作られています。アクリルへの封入、加工、磨きまで、えー、アクリルっていうのはその、まあ、乾いたときにはこの透明じゃないんですよね、えー。白くなっちゃうんですけど、それをこう磨く、えー、っていうところまで、すべての工程を一つ一つですね。手作業で行っています。一つのキューブが完成するまでに1週間から10日ほどの時間がかかります。The Beauty of Plants というのがですね、英語にもなってるんですが、 というわけでこの吉村さんはですね世界中の人々に自然の造形美を伝えていきたいと「センス・オブ・ワンダー」っていうのを、まあ、スローガンにして、えー、やってるわけです。さてそのうさぎの寝床って、まあ、あの今、えー、京都の自宅からだと思うんですがあの京都にお店があるんですよね。 でその横にカフェもあるんですけどもで東京店もあの出店してるんですけどもこのまずとにかくうさぎの寝床うなぎじゃなくてうさぎの寝床っていう <laughs> この名前は会社名にもなってるわけですけどもこれどうしてですかあの日陰ののカズラといいう植物ががございましてあの、まあ、あのシダの仲間なんですけどもそれが あの各地でいろんな呼ばれ方をしてましてその中の一つにうさぎの寝床という呼ばれ方をしていました。ほ<う>はい、で、あのー、あそれは自然の造形美植物の造形美をテーマにするあの会社としてはあな,なんかいい,ないい名前だなと思いまして京町屋でうなぎの寝床奥が細長い、あのー、町屋を使って。 いることからもううなぎの寝床とウサギの寝床がかかってて面白いなということで自然の造形美を伝える会社の象徴としてうさぎの寝床とつけました。うん、ということなんだその要するにうなぎの寝床で洒落、はい、て面白いってだけじゃなくてでうさぎが好きだったって話じゃなくて、はい、実際のあるのね,ねそうなんです、はい、そういう造形の植物が。そうです なるほど分かりましたあの吉村君はですね広告代理店にいた人なんですけどもあの僕が感じるのは非常にその人間としてもそうなんですがセンスがいいんでですねで彼がデザインするもの例えばこの空キューブのこのマークも非常に洒落てると思いますしまた会社のマークもすっごいかっこいいんだよね。 これ名刺に縦型にすってやるとまたすごいかっこよかったりしてで広告代理店でそのセンスを磨いたというより恐らくまあ小さい頃からなのかなと思うんだけどあの子供の頃からのことで小学校でも中学校でも高校でもあるいは幼児の時でもいいんだけどなんかやっぱりなんかそのそういうデザインとかあのまあ自然とかになんか結構興味あったのかなそれともそれは大人になってから 自然のものが美しいと思うようになったのは大人になったからなんですけどあのそうですね小学校の頃から図工とか美術が非常に好きであの中学になってからも美術でいろいろオブジェを作ったり、まあ、高校行っても、えー、美術で探検を専攻してとにかく何か手を動かしてものを作るということに非常に興味が昔からありました。あの こう絵画というよりはそれじゃあこう造形っていう感じにもう最初から寄ってった感じだよねそれじゃあ,あそうですねあの二次元の絵というよりは立体物というものに非常に興味があってなのであのソラキューブも立体であるっていうのはそういうところにはつながっていると思います、ね、はいあのよくその、まあ、芸術家っぽくなったりデザインの方行く人であの幼児の頃に もうその道端のなんかこうたんぽぽの花見つけたらもうずっとその座ってそれ眺めてたり、あのー、なんかもう異常にそのこう集中しちゃうみたいなねあのそういうことを言う人いるんだけどそ,そういうタイプではなかったそうですね。あのー 幼少期はあの実は東南アジアに住んでいた時間が長くてですね、あらあらそうなんだ、はいはいはい、フィリピンとタイに5年ずつ住んでいたんですけども、あそれはお父さんの仕事の関係そうです、はいな。何やってたんですか、そ商社とか外交官とかえと。食品メーカーに勤めてまして、そうなんだ、ええ、研究員で工場勤務だったんですけど、なので東南アジアにいくつか工場があって。うん なのでタイとフィリピンに、まあ、5年ずつ住んでいて、お<ー>まあ、父はいろいろ他にもてんあの出張行ったりはよくしていました。でそうすると、えっとどあの、学校にも行ったの、現地で現地の幼稚園に行ったりもしましたし、日本人学校に行ったり、あとはインターナショナルスクールに行った時期もあります。おお、じゃあ一通り行ってますね。そうですね。<laughs> そ<う>はいへー でそこではやっぱり、あのなんかこう、東南アジアはもちろん自然豊かなあの場所ではあるんですけど、ちょっと治安的に<あ>あの子どもが1人で公園行ったり,でたり、うん、で歩いたりっていうことはなかなかできなくて、うんあの、マンションの限られた敷地で遊んだりっていう感じで、むしろ自然体験が少なかったなという印象ですあなるほど、そうなんだ。 はい、なので逆にそなんか自然への渇望みたいなのが、うん、あの潜在的にあったといいますかあ<ー>それがちょっと大人になってから爆発してしまったというのはあるかもしれないあじゃそれちょっと面白いねあの自然からあの遠ざけられていたのがこうそういうふうに消化していくっていうのはかえって面白いなと思いますけどもあのまずですねそしたら、えー、その後に。 え最初に入ったのが広告代理店、あの大学卒業して。えっと、あれ、社名言っていいんでしたっけあもう、もう大丈夫ですよ。はい、えどこですかえーっと、a s a d k という会社に入社しまして、はいはい、アサツですね、はい。で、10年間あの勤務いたしました。それはあの最初からクリエイティブの方で、あで、例えばコピーとかデザインとかやってたんですか いえ、あのー、もちろんというかあの、クリエイティブに行きたいなという思いはあったんですけど、うん、最初はの5年間、マーケティングの部署におりました。はいはいはい、そうなんだ。で,はい、で、最初、配属された時に、マーケティング全然分かんないなという感じで、あのー、でしかも海外マーケティングっていうところに最初、配属になったんです、ね。<お>で、海外の市場のことも全く分からなくて。 あのどちらかというとその現地で市場調査したエクセルのこう数字を読み解いてそこから何か戦略導き出すみたいな自分にとっては全く向いてないなと思っていた部署だったんですけどそこでかなりあの数字の読み方とかマーケティングの戦略立案というところであの叩き上げ られたという感じで、うん、まあそれが今自分にとっての足腰にもなってるかなという印象です。うん、でその一方であの代理店にいる間にあのこのソラキューブの最初の原型みたいなのを生み出して個展やったりしたんじゃなかったっけそうですねあのー、今日お,お見せしようと思って<あ>これ「見せてください、はい、ソラキューブ第1号」なんですけど。ははい、はい 今から15年前ですね2006年にあのー、作りましたこれ私が自分で手作りで作ったソトラキューブですおお<ー>あのー、これもみじバフという植物の木の実が入ってるんですけどもこれ、うん、すいませんも,もうちょっとぐっとクローズアップしてくれるはいこういうことですちょっと回してくださいあっ私が手作りしてるんでちょっと荒いところ雑なところがあったりあとはい、はい、これ アクリルではなくてエポキシという樹脂でですねちょっと黄色く変色もしてるんですけどの実際のアクリルはもっと透明度が高くてそうですね今も,ねもっと綺麗ですはいはいこれあのモミジバフという植物の木の実でして、うん、あのー、普通に街路樹として使われてるしよ,よく落ちてる木の実なんですねお<う>ただこの木の実を見た時にはなんて美しい造形なんだろうというふうにまあ思っ いましてあの何かその当時、まあ、自分の表現欲求といいますか何か作りたい思いがすごくふつふつとしてた時で何を作ろうと思った時に、まあ、このもみじ葉風と出会いまして、うん、あ自然界に勝るものづくりはできないなという思いを痛感してしまったんですね。でまあ、そういういいちょっと諦めの境地みたいなのにも 陥りましてで一方でまあこれをこの造形の魅力を伝えていくということをあの生涯のテーマとしてやっていこうというのであの空き部につながっていきますえそれ何歳ぐらいの時ですかえっと2006年15年前なんでえっ、ー、とまあ20代後半ですね十6、うん、7ぐらいだとは思いますであのー 一応在職中にこうなんか副業っぽく始めたみたいな感じそうですね、もう完全に、うん、もう手弁当で小さく始めて、少しずつ育てていったという感じですねでどのタイミングであの朝通辞めて、はいえー、まあ、これで勝負しようっていう感じになるんですか。 それから5年後の2011年ですね、ちょうど震災があった年に、あ、うん、あそっかはい、あの朝通 DK で勤務してる丸10年たった時だったんですけど、まあ、10年経ったら辞めようっていうのはもともと思ってたんですね。うん、自分であの何かで自分で自立して生きていく力を10年間で身につけて、10年で独立しようと思っていたので。 まあちょうどそういったタイミングで会社を辞めて、で京都に、えー、引っ越してきたという感じです。で、それであのいきなりあの京都のえどこにあるんでしたっけ、お店あの、割と関西の人が分かるような言い方で言ってくれますかえっと、そうですねあの、JR の二条駅というのがありまして、二条城が近くにあります。あの京都駅からも そうですね 1, 1本で10分ぐらいで着くところなんですけど JR の二条駅から徒歩7、8分のところにありますえ、あの前にあるのは何何通りって言うんですかお池通りという通りですね一番近いお寺ってなんか有名なお寺ありましたっけそうですね二条城が徒歩20分ぐらいのところにありますのとあとはそうですねえっ、ー、と 蓮向かいかなんかになんかあったよな、はい、違ったかなええと蓮向かいいや蓮向かいじゃないかもうちょっと離れていっか、はい、あのそうですねもう少し、えー、西の方に行くと嵐山があったりっていう感じですねあそれ結構大きく捉えてますねなるほど,るほどそうですねはい、はいえー、であのお店がね京町屋の感じなんですよね、うん で横にカフェもあるんだけどそこでちょっとあのこの、えー、キューブだけじゃなくて何売ってるかをちょっと解説してもらえますあのまあソラキューブはあの植物の造形美ということをテーマにしたプロダクトなんですけども、まあ、そのワンレイヤー上の自然の造形美を伝えるということを、まあ、テーマにしていまして、まあ、植物鉱物動物あ植物鉱物動物、まあ、自然参拝とかってよく言うんですけども。はいははは 例えば鉱物なんかを取り扱っていまして、まあ石ですね。まあ、ありますかえっと、えー、とそうですね。今ちょっと私のコレクションでは、例えばこれ、えっ、ー、と、オパールの原石です。あのはい。まあ、ただの石ころに見えますが。どっか、あれだよね。えー、あっ、ああ、はい、<ょ>光ってる。ちょっとキラキラっと。は,はいはいはい。それが原石なのよ、オパールの。そうですね。はい。まあ、こういったものですとか。えー、と アンモナイトをとあの封じ込めた、えー、アクリルに封じ込めたとかそういうのはあったか,あったかなあのー、そうですね少量ですけど、えー、そういったものも作っていますそれから標本プロダクツっていうのもありましたよねあそうですねあの空気部だけではなくて鉱物を入れたアクリルのシリーズですとかあと,、えー、っとこれもありましたねあそうですねああののー、これはあのー まあ昆虫の標本なんかも取り扱ってたりもします。これじ自社製品ではないんですけど、はい、玉虫これタマムなんですけど、あのおそらく50代以上の人だとタマムシの頭っていうのがあの国語の教科書に載ってたんじゃないかと思うんですけど、法隆寺の巨物で、あのタマムのこの羽で全部こう覆われていたはず、えー、残ってはいないんだよねほとんどね。 だけど覆われていたはずのその厨子があるんですけどもこの玉虫ってあの僕もその奈良に行って初めて分かったんだけど今でも飛んでるんですよ、えー。まああんまり東京では見ないと思いますけどもあの奈良とか京都のある場所では結構ビュンビュン飛んでるっていうでこのねこの色ねこれどうしたらこんな色に変化するのかなっていうのは僕はもう本当に不思議。 こんな美しい色に、まあ、何年かけたか知りませんけどやっぱりこれこれはかなわないと思うよね。でこういうのが飛んでんだからねまだ。<laughs> というようなことであのそういうものをこう、まあ、閉じ込めてあの、まあ、あ永遠にってわけじゃないけどもあのその自然に対する思いを深めてもらえたらなっていうことを、まあ、ずっとね この吉村君んはやってるわけですけども、もちろんオンラインストアでもいろいろ買えるようになってんですが、横のカフェもなんかあの結構そのねあの女性にものすごい人気でこう結構詰めかけている感じですよね。で、なんかちょっと変わったカレーとかちょっと変わったなんかやってますよね。あのなんか名前が面白いんだよね。そうですね。あの石をモチーフにした食べ物やスイーツを出してまして。 あのスイーツが人気で例えば水晶パフェとかお<ー>、えー、水晶パフェ、はい、<laughs> ちょっとなんかそうな感じですねそうですね、うんあのまあ上にちょっと透明の結晶が乗ってるようなパフェであったり、うん、あと「ラピスラズリのオペラ」というあの青いケーキを出していたりしますおおまあ,あの決してその,あの石から作ってるわけじゃないんで <laughs> あのねちょっとその企画が面白いってことなんですよね それでえっと最近あの東京店もな中に出したんだっけそうです。はいこれまあ、コロナで結構大変だったと思うんだけど、お客さんは戻ってきてますかあいややはりあのそうですね、コロナ落ち着いてからあのお客さんをお戻りになっている感じで、今特にあの石と形店という石、あの半年に1回お店をちょっと入れ替えてまして、石と形店石の造形に着眼した。 企画展示をやってるんですけど、まあ、石が非常に人気なので、それを目当てにいらっしゃるお客さんも多いですね。はい、なるほど。で、あともう一つ、最近の話題としては、松岡聖子さんが館長になった、あのものすごい話題になった、門川の武蔵野ミュージアムっていうのがあるんだけど、これに松岡さんが指名して、荒俣博さんが、まああの、あのお二人は仲間なんで、ワンダー何・ひえー、秘密・ からまたワンダー秘宝館秘宝館かはいえー、そこをまああのー、吉村さんがプロデュースして、えー、面白い企画をまああのどんどんやってくださいみたいになってんだよねそうですねあのー、まあラマさんが実現したいと言いますかあのー、まあ脅威の部屋というのはコンセプトであの世界中から集めたこうワンダーを刺激するお え自,然物自然界の不思議なものであったりあなんだこれっていうものが色々あの置いろいろまあ荒俣博さんというのはその博物ワンダー学のおそらくもうあの権威というかもうねあの王様だと思うんだけどそ,その人と一緒にやっていると所沢にあるあの熊健吾の,あのすごい新しい、えー、石のねあの建築なんですよねちょっと珍しいんですよね。 あの熊さんは割と木とガラスであの作ることが多いんですけども石の建築物でものすごくその話題になりましたそこに吉村君が活躍してますので是非見に行っていただきたいと思いますこれは所沢ですねはいあの本棚劇場っていうすっごい高さの本棚がこう劇場のようにあるところですねで、えー、最近はあとあのなんか出版もしたんだよね あそうですね、あのーまあ、ウニの造形、まあ、ウニってすごくあの食べるイメージがなくしかないと思うんですけど、あのー、ウニの、あなたが知らないウニの世界っていうのを出しました。で、これはオーストラリアのウニ分類学者がとあの作られた、取られたウニなんですけど、まあ、造形とか色の多様性がすごくてですね。これもあれですよね、空きゅうブみたいにしてましたよね、違います あ、そうですね。アクリに入れてるものもアクリにいれてるものもありましたよね。はい、あ、すごい。まあ、ちょっとそのあれだね。普通の人が知ってるウニっていう印象じゃないですね。これでもウニなんですね。これすべて。そうなんです。すべてウニで、あの骨格が非常に多様性があって美しいんですよね。うん、なんかあの海の宝石って感じありますよね。あ、おっしゃる通りです。あのよく 海岸なんかにもこうたどり着いてあの、よく私、ビーチ公民にウニの骨格を拾いに行くんですけど、非常に美しくてですね、あのまあ、私も魅了されまして、これはなんとかウニの造形をの魅力を伝えたいなというので、これを自社で出版しました。なるほど。え まあちょっとあ,のあまりにもあの素晴らしい本なんで、あんまり売れそうにない本ですけども、興味があれば皆さんですね、ちょっとアクセスしてもらえればと思います。で、1つ言うの忘れたんですが、京都の町屋を改造したそのうさぎの寝床のショップですが、その上になんとその泊まれるんですよね、まだ泊まれるんですかああそこあ、1日1組限定でお泊まりいただけます、はい。 で横にカフェがあるというですね、で二条城の近くだということで、これは本当にお得ではないかと思うので、あの泊まりに行ったらいいんじゃないかなと思います。では、その吉村さんにですね、今日のお題をちょっとね、あの皆さんに出してもらいたいと思います。どんなお題でしょうか。はい、えー、あなたが、えー、あなたは何に美を感じますかということを聞いてみたないま来ましたね。美を感じますか来ました。 神前美のテーマが来ましたついに哲学的なテーマですねあなたは何にですねまあ、えー、どんな時にねあるいはどんなことにでもいいですねあのものでなくても、えー、美を感じますかと美しいというのはどういう瞬間に感じますかっていうですね吉村さんどんな瞬間なんでしょうかそうですね私はあのー まあ自然の造形美に象徴されるようにあの無作為であるということが非常に私にとって重要でしてつまりあまり作為が見えてしまうとちょっと冷めてしまうところもありまして、まあ、自然なんかは本当に生き抜くために削ぎ落としてこの形になったというところが非常に美しいなと思いますし例えば無作為というところで言うとた例えばあのこれ あのアート作品のように見えますけども、うん、これ産業廃棄物屋さんから私があのこう購入してきたものでして<い>あのまさにランケーブルを溶かししたものななんですねゴミとしてなるほどだからこういうものに何て言うかアートとはまたちょっと違う美しさをなんかま感じるといいますか面白いあのそういうところに美を見いだすということが非常に自分にとってもあの面白いなと思っています。面白い そそしてその吉村君はですね例えばこういうその空きキューブを作るとき、ね、どっち側から見てもこのバランスが崩れてるのは嫌だってことで磨き上げてこの全部作り上がった後にですね一品一品を検品してですねここに例えば,例えばその,この毛が飛んでたりするともうその製品としては売りたくないということで捨てちゃったりしてるんですよねでも捨てるのもったいないということでこれをね どっか装飾物にね、またあの装飾に何か使えればいいなっていうことを僕はあの思ったりもするんですけど、やっぱりでもね、造形してる人はね、ある意味完璧を目指すようなとこありますよね。えー、ぜひあの、そんな吉村君ですね、えー、応援してもらいたいと思いますけれども、皆さんいいですね。それじゃあ、えー、最後行ってみましょう。いいですかはい、君なら。できる